ライアン・キース人気はアメリカ合衆国の政治家、モンタナ州議会上院議員、同州選出連邦会議員、ドナルド・トランプ政権で第52代アメリカ合衆国内務長官を歴任した。1961年11月1日にモンタナ州ボーズマンで誕生し、その後はホワイトフィッシュで過ごす。ライアン人気は ジーン・モンタナ・ピーターセント・レーデール人気との間の息子である。オレゴン大学で学士号を得た後、1993年にカリフォルニア州のナショナル・ユニバーシティで MBA を取得した。2003年にサンディエゴ大学で修士号を得た。アメリカ海軍には1986年から2008年までネイビー・シールズに在籍し、アメリカ海軍中佐で退役した。 2008年に共和党からモンタナ州上院議員に当選し、2009年1月から2013年1月まで在籍した。2014年に共和党から会議員に55.4%の得票で当選し、2016年には56.2%の得票で再選された。2016年12月16日にトランプ次期大統領によって、 内務長官に指名され、2017年3月1日にアメリカ合衆国上院において賛成68、反対31で承認され、正式に第52代アメリカ合衆国内務長官に就任した。上院委員会の指名承認公聴会において、ライアン人気は内務長官としての最優先事項の一つは、国立公園における125億ドルに及ぶ。 メンテナンス修理の未処理分に対応することだと述べた。しかし土地取引に絡む汚職疑惑など複数の疑惑が浮上したことから野党である民主党からの攻撃対象となり2018年12月15日にトランプが自身のツイッターで人気の年内の内務長官退任を発表した。ありがとうございます。